みんな寝させてくれ。謎がいろいろ後からどんどん分かってくる系のやつだよね。巨額の報酬に騙されんなよ。怖い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 ね。これ一人で見ない方がいいんじゃない。マジでベストフリックス。早速だけどみんな気づいたかな。気づいてくれたよね。そう、新品のパンツだ。色が濃いよね。色が濃いよね。よし、それじゃあ今日もみんなにおすすめの作品紹介しちゃうぜ。あれ、黒子ちゃんじゃん。来てくれてたの今回も。ありがとう。ちょっとこっち来て、そんなとこいないで。喋ろう喋ろう。いやー、ありがとうね、いつも。あー、嬉しいよ黒子ちゃん。黒子ちゃんがいるおかげでこの番組が回ってると言っても過言じゃないよ。いつもありがとうね。これからも二人で一生懸命やっていこうね。どうなる？嘘だよ黒子、騙されたな。お前がいるとな、ギャラが半分になっちまうんだよ。お前がいると楽屋のお菓子も半分になっちまうんだよ。今日なんか箸も一本しか入ってなかった。割れた一本だけ、それしか入ってなかった。一本はお前に言ってるのか。避けやがって。生き残るのは俺だけだ。よし、このままテーマの発表いくぞ。まさにこんな状況の作品たちだ。今回のテーマはハラハラしちゃう命を懸けたサバイバルゲーム6選だ。2021年に世界94カ国で今日のシリーズトップ10 1位を獲得した人気ドラマ。あ、だるまさんが転んだのやつだ。いやもうほんとハラハラドキドキする。사람을그렇게죽여놓고여섯개의게임을모두이긴분들께는저에게상금이지급됩니다。お金に困った人々のもとに届く莫大な賞金が手に入るという謎のゲームの招待状。ゲームに参加を希望すると秘密の場所に閉じ込められて、誰もが子供の頃に遊んだような簡単なゲームをさせられる。だがそれは敗者は生き残ることができない超過酷なゲームだった。この人形も怖いよね。本当にこんなに話題なのに見てないんだよ俺は。見ます。2本目はイカゲームザチャレンジ。なんとさっき紹介した大ヒットドラマイカゲームが実際に行われるリアリティ番組に。これをさ実際にやろうっていう発想がすごいよね。参加者たちはオリジナル作品と同じようなゲームや見たことのない新たなゲームに挑戦させられる。これはいいね。日本でもやってほしいな。456万ドルいくらだよくれ。3本目はセブンシーズ。主人公たちが目を覚ました場所は周りを海に囲まれた未開の島。これは面白いでしょう。こんなの絶対ね。巨大な植物や凶暴な動物に襲われながらの過酷なサバイバル生活の最中、自分たちは人類絶滅を回避するための壮大な計画に巻き込まれていたことを知る。これ謎がいろいろ後からどんどん分かってくる系のやつだよね絶対ね。果たして過酷な環境を生き残れるのか。どこにいるんだ。累計650万部超えの漫画が原作の近未来 SF ストーリーだ。この世界で生きていく。4本目はチューズオアダイ、恐怖のサバイバルゲーム。怖い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 って。主人公たち2人はクリアすれば高額な賞金が手に入るという80年代の古いゲームを起動する。すると隠されていた呪いが現れ、ゲームが2人の現実に影響し、命のかかった恐ろしいサバイバルゲームに巻き込まれていく。怖いよこれ。
戦慄。We gotta choose, Caleb. I think you might be what it was looking for. バイオレンス系だね、結構ね。5本目はディープ覚醒ゲーム。4人の不眠症の医大生が参加したのはディープと呼ばれる極秘の神経科学実験だが、それは巨額の報酬の対価に眠ってしまえば死んでしまうという恐ろしい実験だった。ที่จะภาพแล้วเป็นศพแบบเนี้ยเราว่ามันเป็นเอฟเฟคจากตอนดีป่ะこれはもう見てるこっちが寝れなくなっちゃうよね。次第に危険を増していく恐怖の実験。彼らはこの状況から抜け出すことができるのか。眠れないのが一番辛いから寝させてくれ。6本目はリアリティ Z。 Boa noite, Brasil! Bem-vindos mais uma vez ao Olimpo! ギリシャ神話のコスプレをした男女が共同生活するオリンポスと呼ばれるリアリティ番組。その番組の脱落者が決まる夜、街で突如ゾンビが発生。ギリシャ神話のコスプレをして共同生活するリアリティショー番組っていうのがもう、それでゾンビ出てくるんでしょ。もうハンバーグチキンソテーエビフライ定食みたいな、そういうことだよね。信じられない状況の中、出演者とスタッフは番組収録のスタジオに立てこもってのサバイバル生活を余儀なくされてしまう。マックス、ノー！え？ラフォラタピオラ。Vai abandonar dois cidadãos no meio do nada. リアリティショーとゾンビを掛け合わせた異色のドラマだ。いやー、素晴らしい6作品だった。みんな気になったらしっかり見てくれよな。よし、最後に全裸ポーズやっちゃうぜ。クロコちゃん手伝ってくんない？ごめんね、さっきは。うん、最後やっちゃう、やっちゃう。じゃあ行くよ。サバイバルゲームにありがちな仲間をかばってやられちゃった時の全裸ポーズ、カモン。Don't worry, I'm wearing あげー、決まった、ありがとう。クロコちゃん、ありがとう。また連絡するね。うん、じゃあね。 OK。 さあみんな、作品気になった人はこの YouTube の概要欄にリンクを貼っておくから、気になった作品しっかり見てくれよな。忙しい1週間お疲れ様。とにかく明日は休むな。また来週。 Thank you。